前回やったブリッジミートはうまくできたでしょうか。6弦開放だけですが、ちょっとこれ右手の置きどころがね、難しかったと思います。で、今回は、パワーコードを使ってですね、ブリッジミュートを使ってみましょう。うん。前回弾いた G、A、C、D というコードを、ブリッジミュートを使って演奏してみます。まあ、どういうことかっていうとですね、こんな感じですね。という感じで、ブリッジミュートしてない音とブリッジミュートした音、ジャーっていう音とズンっていう音、この2つの音をですね、うまく使ってメリハリの効いたサウンドを出したいと思います。まず G コードだけでちょっと練習してみましょう。まず一発目に、ジャーブリッジミュートしない音を出します。そしたらあと3回、3回ですね、ブリッジミュートした音ズンって音を出しましょう。それを繰り返すだけです。じゃあ、ズンズンズン、じゃあ、ズンズンズンという感じですね。で、これを、ずっとリズムよく弾くと、といったサウンドになります。これはですね、見てると簡単そうなんですけども、やってみると実際結構難しいですね。右手をですね、きちんと完全に離して、ピッキングして、じゃあという音。そして、前回ちゃんと探して見つけた気持ちのいいズンとなるところに手を置いてピッキングをすると、そしてこれができたら、今度はコードをチェンジして、どんどん進んでいってみましょう。これですね、このジャーとズン、いかにメリハリ効かせるかが、かっこいいサウンドがなるかならないかの、鍵になりますので、ちゃんとしっかり離したりつけたりしてメリハリの効いたサウンドを出しましょう。